わしは牛を日の丸、雲の上にまでその名を轟かす大横綱になる男じゃ。この直径わずか15尺の小さな円の中で手をつくことも膝をつくことも許されない、そんな勝負にこのなりでいいと思ってんだ。相当鍛えてるじゃん。なんだよあの無数の傷。横綱ってのはよ、心技体全てそろばんとなれんのじゃ。しかしわしには立派な体はない。大きな体に産んでやれなくてごめんね。横綱横綱っていい加減にしろよ。大体君何センチなんだよ。その上心まで失うわけにはいかんのじゃ。いっそのことお前らも相撲やらんか。楽しいぞ相撲。不思議だな、君が言うと本当に聞こえてくるよ。いずれアメリカで総合格闘技界の頂点を取る男よ。相撲ってすごいですね。俺に相撲をやらせてくれ、頼む。俺があなたたちを全国に連れてってあげますよ。国宝級の刀剣になぞらえられた全国の猛者たちとの戦いが今始まる。テレビアニメ日の丸相撲2018年10月放送開始じゃ。